皆さんこんにちは。2024年教員養成セミナー9月号、人文丸一国語の、解説を始めていきます。担当講師の永田玲と言います。よろしくお願いします。さて、お手元に本紙をお持ちの方は、9月号18ページ、一般教養パワーアップノート、こちらをご用意ください。さて、このパワーアップノートの18ページにローマ数字1、文章読解評論文解読の指針とあります。はい、こちらから説明を始めさせてください。さて、教員採用試験の国語の分野で最もよく出るのはやはり文章読解なんですね。中でも評論文はもう必出、必ず出る、必出と思っていただければと思います。そこで、その評論文の本文にどのようにアプローチをし、設問にどのように当たっていくか、いわば歯の入れ方、これをお話しさせていただければというふうに思います。そこで、はい、まずポイント1、解放の戦略、こちらをご覧ください。そもそも文章読解の設問は大きく3種類に分別されます。漢字の問題、傍線空欄の問題、そして傍線空欄の縛りがない全体を問う問題、この3パターンで設問ができてるんですね。で、このうち、はい、傍線空欄でない、いわば全体を問う問題については前もって目を通しましょうと、というのは読みながら解ける可能性があるからです。最終的に時間内に終わらない大きな原因は無駄な読み返しになることが多いです。そこで、その無駄な読み返しを抑えるべく、まず前もって説問を見る。はい、そこで皆さん、お手元の問題、お手元の本紙の19ページを見てください。はい、19ページに設問、はい、問いの1から問いの3まであります。今回は、最新の過去問ですね。2024年度群馬県の問題を一部改変して今回示していますけれども、まず問いの1は、防線の問題、はい、そこで早速ですが問い括弧2、はい、これに赤ペンで丸してください。この問い括弧に、本文中の空欄あからおのうち次の段落が入る箇所として、はい、皆さん、次の段落が入る箇所、そこ赤ペン線引っ張っていただいて、はい、脱文補充と書いてください。はい、このような問題形式を脱文補充と言います。この脱文補充問題は後に述べる通り、読み始める前、本文読み始める前に3つの観点で分析を加えて読みながら解くことが望ましい。まさか最後まで文章を読んでしまって問いの1から順番通り解こうとして問いの2に気がついて、そこから戻って読み返しちゃった方、まさかいませんよね。それやってしまうと時間内に終わらないんですね。はい、ですからこの問題は読みながら解くこと、解き方については後ほどお話します。同じく問いの3、はい、問いの3に赤ペンで丸してください。はい、これも傍線空欄の問題じゃないんで前もって目を通すと、本文の内容として、はい、本文の内容、そこ線引いてください。同じくこれを内容一致って言います。はい、この内容一致の問題にはテーマが指定されていて読みながら解ける可能性があります。例えば芸術の世界についてでテーマが設定されていれば、読みながら芸術の世界についての言及を発見し、その場で読むのを一度止めて解いちゃえばよろしいと。あるいは第3段落までの段落の指定があれば、これまたやはり指定された段落まで読んでから読むのを止めて解いてしまうと、こういうイメージになりますね。今回は本文の内容としてと漠然と聞いてますので、はい、最後まで読んでから当たればよろしいと、こういうことになります。さあ、それでは設問は見ました。はい、そして丸3、各段落の用紙にチェックを入れつつ読み進め、はい、では、パワーアップノートをお持ちの方は18ページの、ポイント1の4番、こちらについてはちょっと黒板、画面の方にも示しましたので、はい、こちらを見ながらご覧ください。それでは実際にどのように設問に当たっていくか、まず本文を読みながら漢字の設問には当たりましょうと。漢字の設問は同音異義語、同訓異字を問う、または似たような字形、字の形を問う、もうこの辺りが相場なんですね。とすると前後の文脈がないとどの字当てていいか分かりません。例えば単に
保証する、漢字で書けって言われたら答えられませんですね。はい、例えば、はい、修理をってくればごんべんの方の保証でしょうし、安全をだったら守るって意味ですから触る方の章ですよね。はい、そもそも損害をってきたら全くこれらとは字が違う、穴埋めするって意味の保証ですもんね。まあ、このような読みが一緒で書きが違う言葉を同音異義語同訓異字って言います。教員採用試験でもこの辺りが使われますので、漢字については読みながら出てきたところでその都度手で書いてみる、書いてみた上でマークする、あ、もちろん記述付きならそのまま書く、はい、これをお勧めします。次に括弧に一つ先の段落目安まで読み切ってとしましたが、近年の傾向として文章が各件短くなる傾向があります。ですので途中で読むの止めなくても最後まで読み切って解くこともあっていいと思います。途中で読みを止めなきゃいけないほどの長文は近年出なくなってきていると思います。ですから一つ先の段落まで読み切ってと本心には書いてありますが、最後まで読み切っても結構です。その中にある傍線空欄問題に当たる。そして最後まで読み終わって全体像がつかめたところで、今回ならカッコ3ですね、内容一致問題に当たる、こんなイメージであります。さあ、それではこの歯の入れ方を念頭に、はい、今回の、課題です。はい、パワーアップノート18ページ例題、次の文章を読み後の1から3に答えなさい。2024年度群馬県一部海大、はい、こちらを、読み進めていきたいと思いますと。さあ、それでは、まず今回は、はい、本文の趣旨をノートに図にしてあります。さて、本文と、合わせてこちらのボードの方をご覧ください。はい、1段落目、まず1段落目でやるべきことはとにかく論点の把握なんですね。ここで言う論点とはテーマのことです。論点は冒頭文1文目で示されるか、問題提起何々かで示されるか、キーワード繰り返し語で暗示されます。この点、さあ論点をつかもう、そう思って1段落目入ってください。くれぐれもふんわり本文に入って途中で話を見失って戻って読み返すことをなくしたい。さて、論点は何かと。この点、本文の1行目語る、2行目語る、3行目語る、まあ、ついでに4行目語る、明らかに語るって言葉が繰り返されているのをお分かりですね。はい、ということで、はい、本文の1行目話すではなく語る、はい、この語るを赤ペン四角で囲っていただきまして、はい、ここに論点と書いてください。なお、私がこの後論点と申し上げる場合、それはテーマのことを言っています。はい、論点と申し上げたらテーマのことだと思って、この後本文をお聞きください。そして早速ですけど、その語るは話すと対比されています。2つの項を立てて比べっこしながら論じる体裁を二項対立とか対比と申しますね。よいしょ。はい、ということで話すと対比しながら語るを論ずる、はい、このような文脈であると。ということで1段落目でまず論点を語るに設定したら、ここから先はその語るに対する筆者の見解に線引いて読むことをお勧めします。ここでは、はい、本文の内容を簡単に図式化しました。さて、まず筆者によると、話すと対比される語るについて、はい、皆さんに読んでいただいた時の理解と一致するか、皆さんが把握した要旨と一致するかをこちらのボードでご確認くださいね。さて、まず語るとは、はい、本文の2行目、昔からある和語です。はい、昔からある和語なのは語るですね。はい、そして本文の3段落目、はい、語るは3段落目、人格を持った私が喋っているのが語るであると。はい、なかなか重い意味を持つんですね。はい、頭のてっぺんからつま先まで、精神も身体もまるっと
ぶつけるのが語るであると。はい。そしてその語るは本文の、まあ、何しろ今回説問もここで多く設定されてますが、4段落目語りバーを例に挙げた上で、はい、6段落目子供たち、まあ、ここでは子供たちとしてますが広く相手のことでしょうけど、子供たち相手のために心を込めて語るんだと。そして語った先に、はい、独特の世界を構築するわけです。作品を語っているんであれば子供同士の心を作品の世界の中に置くわけですね。はい、作品世界の中に置いて結ばせる。はい、同じ空恐ろしい語りの中で、同じ楽しい語りの中で心と心が結ばれると、これも語るの効果だと言います。そしてその語りはそのまま作品世界に閉じ込めておいたら、それ怖い話になりますから、そのまま閉じ込めておくのではなく、ちゃんと最後にはめでたしめでたしといったような形で、はあいい話だったとか、ああ怖かったとか、はい、必ず現実世界に最後は返す。はい、ということで6段落目に子供たちのために心を込めて語り、子供同士の心を作品世界の中で結ばせ、少し騙して最後に現実に戻ってこさせる。はい、まさに語るという言葉の意味だと、このように指摘しています。さて、そして8段落目、このような語りを人間にとってはとても大事なことでした筆者はこの語るという行為を大事と、はい、プラスに価値づけて終わりました。はい、さあこのようなお話であります。以上の本文が理解できていれば、まず論点に対する筆者の主張、要旨は把握できたものとしましょう。それではこの後は説問の解説の方に入っていきます。はい、それでは脱文補助に続きまして、はい、問いの3、はい、こちらも傍線空欄でない問題で、読み始める前に目を通した内容一致の問題です。さて、最後まで読み終わって、はい、全体像がつかめたタイミングで問いの3の問題に当たります。さて、この問いの3の問題については傍線空欄の縛りがありません、ですので、いわゆる消去法、消してって残ったの正解で回答が出ますと。ただその消去法をかけるにしても、なんとなくおかしいの消してって残ったの正解、これじゃフィーリングになっちゃいますね。ですからフィーリングが入り込まないように、客観性を担保できるように以下の3つの価値基準を持って消去法に当たりましょうと。はい、まず本文の記述に明らかに反、本文中の記述に明らかにない、例えばドラえもんは未来の国の猫型ロボットであるっていう選択肢があったら、これは×ですね。なぜならドラえもん出てこないからです。まあ、極端な話ですよ。はい、それから内容や価値判断に反する場合、これで切ることが一番多いですね。例えば本文中にプラス良いと価値判断が示されているのに、選択肢がマイナスダメって言ってる、こういうプラスマイナスの取り違いなんか×になります。そして言い過ぎ、これは別名極論とも言いますね。本文に明記されてないのに全てとか必ずとか 100% を歌う選択肢、逆にのみとかだけとか 1% を歌う選択肢は言い過ぎとみなして切っちゃいましょう。はい、以上の3つの価値観がまずあって消去法が成立します。これ×ってことですね。さて、それではこれを踏まえて消去法で回答を得た結果、結論として正解は E が正解になります。はい、では皆さん、パワーアップノート19ページの E の選択肢を見てください。はい、語ることは、はい、まず選択肢に向き合ったら主語を確認しましょう。語ること、はい、それが選択肢の論点です。はい、選択肢に向き合って主語を確認し、選択肢の論点を押さえます。はい、そしてこのあと、なし、反、言い過ぎ、傷がつくかどうか見ていくんですけど、人々が世界を共有し、はい、ここ線引っ張っていただいて L15、 はい、共有しで区切っていただいて、はい、心と心を結びつける、はい、線引っ張ってもらって19行目、はい、そして、はい、結びつける上で、あ、切らなくていいですね。はい、心と心を結びつける19、はい、その後ろ、とても大事
はい、これが27から28。ちょっと小さくてすみません。はい、ということで15、19、27から28。はい、この3箇所と合致しまして傷がつきません。したがって正解は E が正解ということになります。さて、他の選択肢は明らかな傷がつきます。はい、まずあ、ちなみにですね、選ばなかった選択肢にどういった傷がつくか、間違えた選択肢がなぜに間違いか、これを検証することによって本番で同じ間違いをしなくなります。ぜひ今後の勉強においても間違えた選択肢を大事にしてほしいなと。で、まずあの選択肢ですが、話すことと違い語ることは語りバーなどのように長い年月の熟練が必要である。はい、あの選択肢は熟練、線引っ張ってバッテンしてカタカナでなしって書いてください。はい、熟練というのは、はい、長い反復練習の末よく身についている様を熟練って言いますが、本文中語ることの条件に熟練なんていう概念、熟練なんていう言葉出てこなかったと思うんですよね。はい、次に、絵の選択肢。はい、絵の選択肢、読み聞かせと読み語りは、性質が異なり、ここまで合ってますけど、相手の年齢、はい、年齢って線引っ張って×して同じくなしって書いてください。はい、そしてお、昔と違い人々のつながりが希薄になった現代においては、現代、線引っ張って×なしって書いてください。ということで、あと、えと、おは同じ理由です。本文中に出てこない概念が含まれている点で×なんです。次の文章を読んで後の問いに答えよう。はい、この命題が置かれている以上は指で指してここに書いてあると言えないものは絶対に選ばないように気をつけてください。はい、そして、まあ、強いて言えば嬉しそうよかね、迷うのはね。はい、うの選択肢、話すと語るは、はい、まず話すと語る、四角で囲ってくださいについてなんですけど、その後ろ、どちらも昔から広く使われてきた全く同じ意味を持つ。はい、そこダーッと線張ってもらって×。はい、これは本文の1から2行目、まあ、他6から7行目、20から25行目、はい、この3箇所と明らかに反しますね。はい、このうの選択肢は話すと語るはどちらもですから、話すと語るを同一視しちゃってるんですね。同じものだと見ちゃってるんですけど、この点、本文の1行目見てください。昔の人は話すではなく語る、話すではなく語る、もうこの時点で話すと語るを対比の関係に置いているわけで、正反対の位置づけしているわけで、まず両者を混同してはいけない。そして2行目、語るは昔からある和語です。ということで、昔からある和語なのはあくまでも語るですね。はい、ということで同一しているは不適切。はい、このようになし、反、言い過ぎ、この3つの価値基準で消去法を処理してください。さて、それでは最後にですね、問いの1の問題いきましょう。はい、下線部、語りバーの昔語りを説明したものとして、さて、それではこの説明したものとして、はい、この説明って赤ペン線引っ張ってください。はい、この問題はいわゆる傍線の説明等問題です。はい、傍線部で説明を問われたら、はい、端的に内容とイメージ保ったまま言い方変える、説明を問われたら言い換えである、これをまず念頭に、はい、お話していきましょう。さて、では、ボードの方見てくださいね。まず必ず見たいのは傍線部です。はい、説明を問われた時につい選択肢を先に見てしまう方いませんか。傍線部の説明とは傍線の言い換えです。たとえ本文に書いてあったとしても、それが傍線の言い換えに当たらなければ説明とは言わないんですね。ですから、今さっき説明した問いの3の内容一致問題とはこの点区別しましょう。問いの3は書いてあれば何でもいいんです。ですから消去で解けます。しかし、問いの1の説明は書いてあって、なおかつ傍線の言い換えじゃなきゃいけません。そこで、はい、先に選択肢見てしまうと、あ、これ本文に書いてあったな、先入観が生まれちゃう、選びたいな、
先入観が生まれてしまうと、そこから抜け出すのは試験中まず不可能です。それほど人間の思い込みって強いですから。だからまず選択肢見ないことですね。はい、先に選択肢見ないで傍線見る。はい、そして傍線部ではまず論点と説明を要する語をまず確認しましょう。はい、本文では論点は語る、説明を要する語は語りバーです。はい、次に傍線部の言い換えをイメージした上で本文を取材します。まず探しにかかる前に自分の言葉で言い換えを立ててみましょう。語るについてで、語りバーだから語るばあさん、語るばあさんの話を探してるんだろうな、語るばあさんを説明するんだろう、こんな風に言い換えのイメージ立てる。はい、そして最後に本文を取材し、そして選択肢を選ぶわけですが、選んだ選択肢と傍線を最後に照らし合わせてください。それが確かに言い換えになっているか、これを確認しましょう。はい、ということでございまして、それではですね、本文の、11行目、はい、じゃあ皆さんの直接、テキストの方に書き込んでくださいね。傍線部語りバー、はい、まずこの語りバーが問われています。さて、そもそもこの語りバーというのは語るについての具体例です。はい、皆さん本文の6行目の、人格を持った我、私が喋っているのが語るであり、はい、この語るを四角で囲って、そこから語りバーに矢印しましょう。はい、まず論点は語る、語るについて、語りバーとはどういうものか、語るについて、語りバーとはどういうものかという説明、問題だと理解します。さて、次にその語りバーの説明が、このあと、4段落目、11行目、はい、昔、東北で昔語りをしてくれるおばあさんを語りバーと呼びました。昔々な、はい、このあと語りバーの説明ですね。さて、この中で本文の12行目の、はい、子供たちの心が結ばれていました。はい、皆さんここ赤ペンで波線引いていただいて A って書いてください。12行目の終わりです。子どもたちの心が結ばれていました。はい、そしてその次の行、13行目ですね。はい、14行目ですね、失礼しました。14行目の頭、みんな一緒に現実に戻ってくる。みんな一緒に現実に戻ってくる。はい、 B。さて、まず語りバーは子どもたちの心を結ぶ、そして話が終わるとみんな一緒に現実に戻ってくる。はい、このように説明されています。さらに語りバーは6段落目の2行目、通算20行目でも語りバーの昔語りや説明があるんですね。はい、ではこの20行目の語りバー、そこ赤ペン波線引いてもらって、はい、20行目の語りバーと傍線の語りバーを、これまたイコールしといてください。あ、ここにも語りバーの説明があるなと。そして、はい、19行目、6段落目の1行目、はい、ちょっと読んでみますね。子どもたちのために心を込めて語り、はい、ここ波線です。心を込めて語り、はい、波線引いて C って書いてください。はい、そしてその後ろ、子ども同士の心を作品の世界で結ばせ、はい、波線。あれ、これもさっきあったなと。そうです、これはさっき波線つけて A って書いた要素と同じこと言ってますね。はい、そして20行目、最後に現実に戻ってこさせる、はい、これも波線引いていただいて、あ、これもあったなと。 B です。はい、ということで以上整理すると、語りバーとは A、 子どもたちの心を結ぶもの、 B、 現実に最後に戻してくれるもの、 C、 心を込めて語るもの、以上の ABC を要素として、はい、選択肢選んでください。そうすると正解は O が正解でしょうね。
それでは皆さん、おの選択肢をご覧ください。はい、心を込めて語り。はい、そこ線引っ張ってもらって C って書いてください。はい、行数が L19。 はい、で心を込めて語りで区切って、句読点で区切って考えるのね。はい、その後ろ、架空の世界の中で子供同士の心を結ばせ。はい、これが A ですね。2箇所ありました。はい、結ばせ、そしてその後ろ、最後に現実に戻している。はい、これは B ですね。はい、ということで、まあ、現実に戻してくれるのがばあさんの優しさでしょうね。このまま現実に戻れないと大変な騒ぎになりますね。はい、ということで正解は、O が正解でした。さあ、それ以外の選択肢について、はい、間違えた選択肢から学ぶ、これぜひ押さえてください。あの選択肢は正しい日本語。はい、正しい日本語、これを線引っ張って×、カタカナでなしって書いてください。はい、同じ理由で、はい、あ、そうですね、失礼しました。まず、あの選択肢、正しい日本語、はい、これは本文中に明らかに書かれてないのでなしとします。はい、次に、い、現実を忘れさせている。はい、現実を忘れさせている、そこの線引っ張って×。はい、これが B と反しますね。はい、現実に戻してくれるんですもんね。はい、同じく A、絵の選択肢も現実に戻れないようにしている、線引っ張って×。はい、同じ理由です。ということで、意と絵についてはいずれも、はい、本文の13から14行目と20行目要素の B と反しますね。はい、そして、最後に、うの選択肢。はい、うの選択肢は感情を込めずに語り、冒頭です、感情を込めずに語りが、はい、本文の19行目に反します。つまり要素の C と反しますね。はい、ということでですね、まず傍線の説明とは傍線の言い換えである。傍線の説明をきちんと自分の言葉で言い換え立ててから本文を取材する。そして本文を取材してから選択肢検討する。問題、傍線、本文、最後の選択肢、このルーティンが取れてると、おそらく大きな間違いはしません。はい、ということでございました。さあ、それでは皆さん、以上、評論文の解読法、あるいは解法、これをぜひ活かして、本試験の方に活かしてください。この後は、敬語法等々についてお話ししていきます。